ストレートエニアグラム二等辺の友人はです。ティー隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、うん、前々回前回からの引き続きで、三つ組、今日は、ハーモニクスによる分類でございますと。今回本が違うんです。今回ご紹介させていただくのは、このエニアグラム実践編と、エニアグラムで分かる9つの性格タイプから行いたいと思います。この著者。これは、著者としましてはドン・リチャード・リソさん、ラス・ハドソンさんの本、うん、著者は9つのタイプを3分類する重要な3番目の方法、うん、センターと方内とは違って3番目の方法として、うん、ハーモニクスと名付けましたと、うんうん、例えばこのプライマリータイプ、例えばその正三角形上に位置する369とかは、まあ、それぞれに対し、まあ、それぞれで多くの点で共通点があるため、うん、とてもそのまあ誤認しやすいところがあると、まあ、それはもちろん別のところでも誤認が起こるよと、まあ、こうしたタイプ同士は線でつながっていなくても共通の課題で結ばれていますが、例えばこのハーモニクスっていうのは、例えばそのそれぞれのタイプがニーズを満たすことができなかったときにどのような態度を取るかというのを教えてくれますと。でまたそのトランスフォーメーション、変容の取り組みに役立ちますと書いてあるんですけども、なぜなら自分が欲しているもの、例えばその本能センターのタイプは自立、フィーリングセンターの人たちは関心、思考センターは安全っていう話を前にしたんですけども、それが得られなかった時にどのように対処するかを指し示したのがこの楽観合理反応っていう分け方です。これによって自分たちの性格構造が、まあ、喪失や失望から自分を守る時にどういうふうに対応するかっていうのが分かれています。分かりますよと。でまずはこの楽観的タイプ2,7,9 の楽観的タイプなんですけども、この3つこれらは葛藤や困難に対してできるだけ楽観的ポジティブな態度をとりますと。失望したことを前向きに捉え直しますと。人生の肯定的な側面を強調し物事の明るい面に目を向けたいのですと。これらの3つのタイプは周囲の士気を高めますと。人がいい気分になる、助けをすることが楽しいのは自分自身もいい気分でいたいためですと。なんでこれらのタイプは自分自身の暗黒面に向き合うことが困難ですと。自分自身の中にある痛みを伴ったり否定的であるものは見たくないのですと。また自分自身のニーズと人のニーズとの間のバランスを取るのが難しく、タイプ2は主に人のニーズに意識が集中します、タイプ7は主に自分自身のニーズに集中します、タイプ9は両方のニーズに集中しようとしますが、往々にしてどちらも適切に満たすことが難しくなります、とあります、でこのタイプ2の人が重点を置くことは、私は思いやりがあり愛することができる人間だ、で見ることを避けるものとしましては自分自身の欲求や失望、怒りを避けようとする、で問題点としては相手のニーズを過大視して自分自身のニーズを顧みない、でタイプ7の人は重点を置くことはポジティブな体験、喜び活動、見ることを避けるものは心の痛みや空虚感、自分自身や人に苦しみを生み出していることを避けようとする、でニーズについての問題は自分自身のニーズを過大視して人のニーズを重荷に感じやすい、多分逃げちゃうんでしょうね。逃げちゃうし、うわって思うでタイプ9が重点を置くことは人や周囲についてのポジティブな資質、自分の世界を理想化する、見ることを避けるものは愛する人たちや周囲との問題、自分自身が成長していないことを避けようとする、でニーズについての問題は自分自身のニーズと
人のニーズに圧倒される、うん、どちらにも対応したくない、うん、とあります、うん、で合理的、うん、1、3、5が、うん、ハーモニクスでいうと合理的な人たち、うん、合理タイプ、合理タイプ、うん、これらのタイプは個人的感情を脇に置いて、うん、客観的で効果的で有能であろうとすることによって、うん、困難に対処することを学びました、うん、主観的ニーズや気持ちを後回しにするのですと、うん、問題を論理的に解決しようとして人にも同じことを期待します、うん、この3つのタイプは何らかの構造やシステムの制約の中で機能することに関する課題を抱えます。このシステムの中で自分はどう機能するのか、自分にとってプラスになるようにシステムを使えるかっていう感じですかね、うん、でシステムに対する各タイプの態度は家族との関係から発達しました。そのシステムの価値観に自分をどれだけ合わせたらいいのか、逆にどれだけ距離を置いた方がいいのかの確信が持てませんと、うん、タイプ1はルールの中で機能しようとしますと、ルールをよく守ることで誰からも自らの潔白を疑われないのですと、うん、一方タイプ5はルールの外で機能しがちですと、うん、タイプ3はルールの外でも中でもプレイしたい、うん、ルールや仕組みのメリットを享受しつつ、まあ、自分のためにそこに制約されたくないと思っている、うんうん、でタイプ1が重点を置くこととしては正しくきちんとしていて分別があること、うん、で気持ちの対処の仕方は抑圧し否認すること、この気持ちっていうのは行動や完璧に物事を仕上げるっていうことに変換されます、うんうん、でシステムとの関係、システムっていうのはこの合理的なシステムですね、うん、ここはこの中でいい子でいようとする、うん、でルールを軽視する人々にイライラすると書いてあります、うんうん、でタイプ3が重点を置くことは効率的で有能で傑出していること、で気持ちの対処としては課題に注意を集中して活動的であり続けることによって達成すること、自分がどう感じるべきかっていう気持ちの手がかりは人の表情から得ると書いてあります、うんうん、でシステムとの関係についてはシステムとも連動したい、うん、外にもいたい、うん、からルールは曲げる、うん、抜け道を探す、うん、と書いてあります。タイプ5、重点を置くことは専門家であること、うん、詳しい情報を持っていること、うん、気持ちの対処としては気持ちを切り離して概念化することによって、うん、まあ、頭の中で没頭しようとしますと、うん、でシステムとの関係は拒絶して一人でやっていきたい、うん、その守りなさいって言った手順については、うん、あまり忍耐強くないと書いてあります、うん、多分自分の方が正しいと思ってるんでしょう。自分のが正しいというか自分がこうで追求していきたい、はいはい、からルールよりもこう自分のやり方みたいなのをこうやったらいいんじゃないか、こうやったらいいんじゃないか試していく感じなんですかね。なるほど、うん、で、次は反応的、うん、468の反応タイプ、うん、これらのタイプは葛藤や問題に対して感情的に反応しますと、人をどれだけ信頼できるかなかなか分かりませんと、自分がどのように感じているかを相手に知ってほしい、また問題が起きた時に自分の懸念に見合った感情的反応を相手に求めます。これは私にとって大変なことなんです、うん、あなたにとってもですよね、うん、でこれらのタイプは好き嫌いがはっきりしています、うん、問題があれば人に言わずにいられません、うん、問題が発生した時にはまず自分の気持ちに対処する必要があります。一酸発散できれば速やかに収まるのが通常ですが、気持ちを発散できなければ怒りや恨みが増大する可能性があります、うん、反応タイプもまたニーズとのバランスが難しく、自立し自己決定したい一方で人にケアされサポートされたいと思っている、うん、人を信頼すると同時に信頼しない、うん、人からの愛情やサポートを受けたいという深い願いがありますが、実際そうすることには自分自身や周囲の状況を自分でコントロールできなくなるという感じを得ます、うん、サポートを得るとコントロールできなくなると思う、うんうん、分かるなんでその裏切られることを恐れ相手がどう考え
感じているかを知るために相手からのフィードバックを欲しますと。でこれらのタイプはアドバイスや指示を求めるか逆らったり反抗しますと書いてあります。でタイプ4が求めることは自分を救ってくれる人、自分を理解し人生や夢をサポートしてくれる人を欲します。で恐れることは見捨てられること、誰も自分のことを気にかけてくれないこと、サポートを得られないことを恐れます。で人への対処法は近寄りがたく気のないふりをしたり、自分を支えてくれる人にしがみつくことによって関心を得ようとします。でタイプ6が求めることは自分が自立することとサポートされることの両方を求める、わかる。頼りにできる人が欲しいが、自分が強い人である必要もある、恐れることは見捨てられること、支えがないこと、また同時に人に依存的になること、なるほど、で人への対処法は人にコミットして頼りになる存在でありつつ、自立を保とうとします、でタイプ8、タイプ8が求めることは自立と独立どっぽ、できるだけ人を必要としたくない、自分自身でありたい、で恐れることは人からコントロールされ支配されること、そのために親密になることを恐れますと、でまた人を信頼して気をかけすぎることによって自分が弱くなることを恐れています、で人への対処法は隙を見せないこと、人が近づきすぎないようにすること、自分の心の傷や人を求める気持ちを感じないようにタフで振る舞うこと、とあります。でこれは全てそれぞれ本能タイプが自立、フィーリングセンターが関心、思考タイプが安全を得られなかった時に起こる自動的な反応、よくこう問題が起きた時の対処方法としてどのように行動するかみたいなのがこのハーモニクスだみたいなことを言われているので、そうですね、楽観的に処理しようとするのかとか、この反応タイプの人はこう問題を自分の思ってるのと同じようなことを相手にも思ってもらいたいから、問題ですよねって言ってくるわけじゃないですか、それに対して楽観タイプの人はうわっこう蓋をしてる、もう そんなこと考えてもしょうがないからとか言っていう反応が起こってきてみたいな。でまたそれぞれのタイプがまたニーズが違う、本能タイプは自立、そうそう、フィーリングタイプは関心、思考タイプは安全がもっていうニーズを持っていて、それが得られなかった時に起こる反応って言ってしまうとこの反応みたいなんですけど違います、起こる反応が無意識の反応みたいな、それぞれ違いますというのが、こちらでは、その自分が何タイプだろうって思った時に分けるのに役立つよと。これが多分元ですからね、そのハーモニクスと法内の 3×3 で9つ、9つ分かれる、なのでこう各タイプの特徴を見ると結構当てはまったりしちゃうけど、こういったところでこう合理的なのか楽観的なのか反応的なのかっていうところで、7だと思ったけどそうじゃなかったとか、3だと思ったけどそうじゃなかったみたいなことが分かるのかなっていう、なんでその私がここでよくやるのが、反応ってみんな反応してるやないかって思うんですけども、っていう多分この気持ちが反応ですと。そういう気持ちが反応、だから合理の人は感情を殺すわけじゃないですか。なるほどと、それってどういうことですか、合理的に説明してくださいみたいな、な感情が思い湧き上がったら合理タイプですと。だから怒りとかこう不安だとかっていう感情的なことよりも、そういう感情っていうのは合理的に判断するために不要なものだっていうのがあるので、それをちょっと論理的に説明してくださいっていう欲求が。なんで前隊長にこの僕の反応を話をした時に、隊長はどう思ったんですかって聞いた時に、へえそうなんだ、こういう分け方があるんだって思いましたって言われて、あまさしくタイプ9楽観やと楽観へえって思ったって、僕はもう反応ってお前らも反応しとるんだろ、っていう気持ちが湧き起こってきたんですね。だからこう楽観タイプの反応は楽観なんですよね。だから問題が起こった時に、こう見たくないっていう反応が
だから6の人がこう騒いでるのをこう見たくないみたいな。その問題、なるほど、そうだ、小さな問題を大きくしないでよっていう反応ですよね。はい、だからもう大丈夫だって、大したことないからそのまま、みたいな反応が起こるみたいなところですよね。なんでこの前々回、前回でやってきた、このセンター分けでニーズが分かる。で、それが得られなかった時にどういう反応が起こるかっていうのを知ることで、まあ、より自分の理解が進んでいくのかなと思っております。仮面巨人さん、仮面巨人さんいかがでしょうか、はい、本を読んだだけやないかっていうツッコミは甘んじて受けます。、うん、まあ、反応ですよ。問題が起きた時のニーズが達成できない時にどういう反応をするか、合理的に処理しようとするのか、楽観的に処理しようとするのか、はい、他の人と共有しようとするのかみたいな、はい、でまた、うん、別の動画で、こちら、うん、エニアグラム入門という本では、うん、またちょっと別の分け方、うん、別の3つ組の紹介をした動画もありますので、うん、それは概要欄に貼っておきますので、はい、またそちらの動画も見ていただければと思います。はいはい、エニアグラムとしてはこっちが基本ですけどね。ハーモニクス法内。この、うん、で、多分、リソさんのエニアグラムでは、うん、多分そうなんですよ。リソさんのエニアグラムでは、うん、そうです、これが基本、うん、別の人ではちょっと違う紹介になるので、うん、それはそれでまた味わい深いなと僕は思うんですけどね、うん、はい、まあ、多分楽観的な反応としては、まあ、どっちでもいいやっていう。なるほど。僕としては反応としては、うん、いや、我々が上げた動画なんでね、こっちも見て、うんうんうん、僕の気持ちも分かってっていうのが、うん、そう、分かってほしい、分かってほしいっていうのが今湧き上がってきてます、うんうん、はい、っていうのが多分反応っぽいですよね。はい。で、まあ、そちらもぜひ見ていただければと思います、うん。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。